ハンス・ベルメールは、ドイツ出身の画家、グラフィックデザイナー、写真家、人形作家。ドイツ帝国のカトビッツ出身。ナチ党の政権掌握後の1930年代、中頃に、等身大の創作人形を制作、発表したことで知られる。芸術家としても超現実主義者に分類される、ベルメールだが、 ドイツの情勢を支持する仕事はしないと宣言し、ナチズムへの反対を表明した。関節人形の制作にあたっては、人体を変形させた形態と、型破りなフォルムに現れているように、当時ドイツで盛んだった、健全で優勢なるアーリア民族を象徴する行き過ぎた、健康志向を批判したものである。 ベルメールの斬新な作品は、アンドレブルトンら当時のパリのシュルレアリストには受け入れられ歓迎された。1934年、少女の関節人形の白黒写真10枚を収めた人形をドイツで自費出版する。その写真は、初めて作った人形を背景の前に置き、活人画のシリーズとして撮影したものであった。大プッペ、日本においては、 1965年に雑誌新婦人で渋沢達彦がベルメールの球体関節人形を紹介したのが作品が広く知られるきっかけになった。ありがとうございます。